ますので。今リクガメさんに餌をあげてます。あ、今何食べてるんですか？小松菜ですね。小松菜、へ、小松菜大好きです。おいしそうに食べてますね。はい、このカメさんは体重何キロぐらいですか？だいたい35キロぐらいはあるかなと思います。重たいですね。重たいです。もう一人じゃ持ちきれないです。マーラが、マーラさんが。と何歳ぐらいですか、このカメさんは？だいたい30歳ぐらいですね。すごい。結構口も鋭くて歯も鋭いので気をつけながらあげてます。口の中どんな感じですかね。ちょっと。口開けてカメ。結構鋭いですね。結構鋭いですよ。噛まれると危ないのでお客様からは餌をあげられないようになってます。一回どうする？あ、これは何ですか？今バナナあげてますね。バナナ、わ、バナナも大好きです。美味しそうですね。結構冬の時、寒い時はあまり食べなくなるんですけど、かぼちゃとかバナナのペーストをあげたらすごく食べるようになりますね。カメさんは寒さに弱いんですね。なんか強そうですけど。そうです、すごく弱いですね。で、園内にストーブが設置しているので寒い日はそこで温まってます。うさぎさんも来ましたね。